今日はですね、久しぶりに、家でご飯炊きました。なんか野菜飯って言って、ご飯炊くときに一緒に入れて炊くだけで、こうなんか炊き込み、野菜の炊き込みご飯みたいになるっていうのがあったんで、これ入れて土鍋で炊いてみました。こんな感じに炊き上がりですね。大根とか椎茸とか人参とか入ってるのかな。これに、これ湯煎するだけでいい、神戸にあるアントレヌーっていうお店の高山シェフに、作ってもらっているカレーですね。これをかけていただきます。あとはアイビック食品さんが作っているスープです。熱っ。青空スープのエビビスクですね。はい、試しにいただいてます。よし。で、あとはこの間鹿寮にね、同行させてもらった際に、ナンプフーズさんの、エゾシカのお肉、これをね、真空パックみたいになったんで、これも湯煎するだけで、ちゃんと火通ってるかちょっとわかんないんで、今から切っていきますね。どうだろう。ああ、いいわ。ちょうどいい、これ。うん、この辺どうだ？微妙か？いけてそうだな。若干血が出てるけど、ギリギリいけんじゃないか。これちょうどいいな。若干どころじゃねえか、血。もう風呂つかない。いい感じじゃない。出そうな気するんだけど、まあ死なないけど、どうでこのままでいいや。もうね、味付けは塩です。塩のみ、塩コショウ。そういえばネルシーニョ監督解任されましたね。2011年あたりにね、戦った柏っていうのはすごい強かったですし、その時にね、優勝した監督ですからね、チームも大事に思ってたんでしょうけど、まあさすがにちょっと難しかったですね、今はね。まあ正直選手の評判はそこまで良くはなかったですね、最近の。あの勝っていた時代っていうのを一緒に過ごしていた選手、大谷君とかね、その辺は多分いい印象なのかもしれないですけどね。まあ、年取るっていうのは怖いもんですわ。一個でよかったなぁ。でも、温めちゃってからなぁ。そう。うわ、溢れるわ。カレーです。うん、いい匂い。いい匂い。じゃあ、こんな感じですね、今日のご飯は。ちょっと前にウーバーで頼んだサラダ。エゾシカにビスクのスープ。ってだけの動画なんですけど。West. せっかくなんで食べながら話しますか。エゾシカ、めちゃくちゃうまいっすわ、これ。火加減最高。湯煎ってすごいっすよね。これ鶏肉とかもやるんですけど、硬くならないね。今日ちょっと歯医者で前歯の治療したんで、食べにくいっす。2015年ぐらいに田口大志の頭が当たって前歯2本とも折れたんですけど、それ以来ね、差し歯でずっとやってて。差し歯もなんかいろいろ最初より綺麗なのに変えたりっていう、神戸の時かな、変えたりってあったんですけど、その差し歯の中がなんか病気になっちゃってて、根元が。で、ちょっと治療しないとダメっていうことで、今日結構歯ぐき切ってやったんで、あんまり刺激を与えられないんですよ。これ後ほど紹介する群物たち。うまっ。このカレーはね、すごいですよ。
めちゃくちゃ美味しいです。アントルヌーさんのカレー、これ商品化したらいいんじゃないか。めちゃくちゃ美味しいな。また土鍋ご飯だとたまにおこげみたいなところがあっていいっすよね。本当に美味しい。この間モーニングルーティーンで紹介したこのユーカリ、だいぶなんかパリパリになってるんですけど、小林ゆきが買ってきてくれたんですよね。なんか買いに行くっていうんで、僕の分もよろしくって言ったらこれ買ってきてくれました。マジでパリパリになっちゃってます。湿度が足りないかな。このねビスクスープもめっちゃうまいっすわ。うまっ。甘エビ、北海道産甘エビって書いてましたね。M リーグもファイナルで盛り上がってますね。あと今日時点であと4戦かな。渋谷アベマズがかなり優勝に近づいてるじゃないですか。大井さん悲願の優勝に近づいています。多分明日大井さん出てきますね。やっぱファイナルになるとみんな戦い方が攻撃的で面白いですね。人の街をあんまり読めない僕らみたいになんか結構打ち合いが多いんで、M リーグ本当に面白いんで皆さんぜひ見てみてください。女流雀士さんたちもね可愛いんですよ。でも札幌にもねコンサドーレのファンでもある木下遥さんが、もう麻雀プロですけど、今度なんかね一緒に動画撮影させてもらえないかなと思っています。ここは水曜どうでしょうです。なんかねどっかのコンビニの景品みたいのでね一時期あったんですよね。ローソンだっけな。それでもらいました。あ、そういえば北海道の、朱鞠内湖で釣り人の人が、熊にね殺されてしまうっていう事件がありました。なんか船でポイントまで渡してもらって時間が来たら迎えに来てもらうみたいな感じだったみたいなんですけど、どこにね熊がいても北海道なんでおかしくはないんですけどね。逃げちゃったのかな、熊が出た時にスプレーとかも持ってなかったのかわかんないですけどね。残念ですね。どうしても釣りになるとね黙々とやっちゃうんですよね。もともと遊んでる。やっぱり一人で行くっていうのは危険が伴いますよね。そうまでしても釣りたい魚っていうのがねあるんですよ。釣りっていうのはそれほど面白いもんなんですね。皆さん、うまかったな鹿肉。鹿肉ねやっぱちゃんと調理できれば本当美味しいっすわ。やっぱ J リーグも30周年ですね。ちっちゃい時 J リーグ全然見てないですよね。小学校高学年ぐらいになって、厚別とかにコンサドーレを見に行くようになったぐらいですね。でも前、たまにでしたね、その頃は。やっぱ見るよりやるのが好きな子供でしたね。まあそれは今でもね、同じなんですけど。本当にね、応援してくれる皆さんのおかげで、J リーグもね、30周年を迎えることができましたね。おめでとうございます。そしてありがとうございます。ということで動画も締めましょうか。ありがとうございました。